はい、こんにちは。今日は10月8日ですね。深夜3時40分なんですけども、もう5時間ほど経ったんで、まあいろいろと情報が分かってきたと思いますけども、昨晩のことです。10月7日の22時41分、東京を中心に、まあ、震度5強の地震がありまして、これがね、関西から東北、青森まで影響を及ぼしていて、かなりの揺れだそうです。被害もいくつか報告されてるんですけども、まだね、明るくならないとわからない情報も結構あってですね、とりあえず原子力発電所関係、それから電気、水道施設に大きな影響はないということで、官邸の方から、まあ、リリースがありましたけどもね。震源地は千葉の北西部で、震源の深さは80キロということです。で、マグニチュード、被害の規模は 6.1 というふうに推定されていることなんですね。まあ、これから徐々に分かっていくところもあると思いますけども、この地震による津波の心配はないということで、報告が来てます。で、この地震についてですね、これね、緊急地震速報を発表しているのが、まあ、気象庁なんですけども、余震がかなり続くということなんで、10月8日の出勤に際しては、まあ、それをね、取りやめる、一時停止にする会社もすでにあるそうです。SNS などで深夜連絡が回る会社みたいなね、そういう進んでるところもあるみたいなんですけども、まだその地震に気づいてないねところもなんかあったりするみたいなんでまあ結構大きな地震ですんでね、鉄道も何か所か止まって、明日は様子を見ながら出すそうなんで、もしかしたらいつも通り電車は動いてないかもしれないっていう心づもりはしないといけないですよね。それからですね、タクシーがかなり人気になってるんですけども、もう今までの経緯もあって、かなりね、知らない人同士で乗り合いで同じ地区に向かうっていう例もありますけども、同時にその乗り合いを利用したですね、犯罪も数件報告されてますんで、やっぱりこれ難しいですよね。知らない人と乗り合って同じ方向に行きましょうみたいなのね。やっぱりさすがに身元の知れない人と乗るのは危険だなというふうに私も感じますので、まあ、同じ会社なりね、それから、まあ、取引先の方とか、なんか関連のある方と一緒に乗るのがいいんじゃないかなと思います。で、1週間程度でね、1週間ぐらいは、この震度5前後の余震があるってことが、今までの例から十分考えられますので、それからね、水とか食料の供給が追いついてないって話は、今のところありませんけども、多分ね、これね、まあ、我も先にということで、確保しだす方が増えると、それからそういった情報が、まあ、ツイッターや SNS で拡散されると、必要もないのに買いだめる人がいると思いますんで、まあ、こういう時はね、まあ、落ち着いて行動していただきたいかなと思います。じゃあ、落ち着いてって言ってもね、落ち着けないわって話になりますけども、まあ、はっきり言ってね、こんなことね、もう、今更慌ててもダメなんですよ。何かが起きる前に準備しておかないといけないってことは、散々パラ私たちは、阪神・淡路大震災とか、東日本大震災とかね、中越沖地震で学んできたのに、結局何も準備してなかったというね、我が身を呪うしかないかなってことでございます。まあ、あとはですね、そうですね。まあ、付き合いのある方から、なんか、送ってもらうしかないですかね。まあ、物流も滞ってしまうかもしれませんけども、まあ、それぐらいしかないのかなと思います。通販を利用するんではなくて、まあ、SNS を通じてね、仲良しがいらっしゃったら、そこにヘルプミーをして、これを送ってください、あれを送ってください、みたいな連絡をするのが、まあ、実は最良の策かなと思います。だから個人のつながりに、こういう時は、まあ、依存するって言いますかね。公的なつながりは結構後手後手に踏む可能性が今までの例から多いですからね、ですからピンポイントでこの人だったら仲いいだろうと大丈夫だろうって人にメッセージを送るのが一番だと思います。まあ、ちなみにですね、これちょっと昔の話ですが、熊本地震の時に私のメルマガの読者さんがなんかね、その瓦礫の下にいますっていう風にね、私の朝のメルマガから返信してくれたんですよ。で、それを、まあ、私がその YouTube とか他の媒体で拡散したところによると、救助がすぐ来て、その救助した模様を私がテレビで見たみたいなね、感動シーンがありましたけども、懐かしいですね。あれからあの方はなぜか私のメルマガを解除してるんですけども、命の恩人だと思ってください。もう、まあ、また戻ってきていることを願っております。それでは失礼します。